静かなる防衛の時間です。今日は第六世代の定義について考えます。第六世代戦闘機、まだまだ開発段階です。テンペストやほかの国もいろいろ開発に乗り出しています。米国もようやく本腰を入れ第6世代の戦闘機を開発しようとしています。日本も F3 計画として予算計上しましたが、まだ予算は組まれていません。日本主導で閣議決定が行われました。第5戦闘機として F35 があります。 F22 もそうでしょう。 F22 は米国のみ使用、F35 は西側の各国が導入を決めています。タイプ別存在します。それとこの F35 第6世代に近いぐらいアップデートが可能。将来的にはやはりソフトウェア、ソフトの分とハードの分の強化で第6世代に近づいてくるでしょう。確かにステルス戦闘機で世界一と言われます。ステルス性に優れているからこそ第6世代戦闘機へとアップデートは可能です。では第6世代の定義とは何でしょう。第6世代の定義、もちろんステルス性、次に強力なレーダー、次はマッハ、
レーザー、次に無人機の操作次が全ての データリンクでしょう。第6世代の定義になってくると思います。無人機は今現在 F15、F16 ともに開発されていて、 F15 が16は無人での離陸着陸に成功しています。 F15 間もなくテストに入るでしょう。これを第6世代というのか、第6世代はまだ別と考えるのかはまだまだ決まっていません。これだけの性能、やはり開発費、がかかるでしょう。一国でできるものではありません。イギリス、EU は単独でできないと考え、各国に要請を求めています。日本もテンペストに誘われています。しかし日本は F3計画を実行する、しかしまだまだ内容が決まっていない。これにより予算化までまだできていません。しかし第6世代は戦闘機型ではなくロボット型と考える人もいます。もしくはバルキリー型どちらも夢のある話ですが、ロボットは小型のものは無人で航行するように出来上がっています。これを大型化するのかどうかはこれからの開発で変わってくるでしょう。しかしロボット化は
ソフトの面で開発費が多額になってきます。やはりソフトの面が一番ネックになるでしょう。今後も F-35 ステルス戦闘機が世界で戦闘を切って進んでいくと思われます。スホイや中国の J-20 など出てきてはいますが、まだまだ未知数な部分があるし、 F-35 より劣る性能の方が多いと考えられます。今後第6世代開発を見守っていきたいと思います。今日のご視聴ありがとうございました。